はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、エスクスト2というわけで、実況をしていきたいと思います。307日目です。声がちょっとガラってるのは、木曜日というか、金曜日の朝だからでございます。はい、モニカちゃん。ありがとう。いただきます。ドバン。はい、さあ、モルガナ様が、後頭部3年ガールズプレイヤー。以上、寂しい。いただきます。さあって朝もおはようからですね。そして協力戦ファーストステージ最終日5日目でございますね。というわけで近況、昨日ちょっとねいろいろ忙しくてあんまりがっつりやれなかったんですけど、まあそれでもあったな。その着地点はね考えていきたいので、フレンドさん申請いただいてるんですけどね、ちょっと今いっぱいなんですよね。ちょっと空き次第というか、まあ入れ替えていこうか悩んでます。今回の私の立ち位置が、でもそれでもやっぱり、フル稼働というか、ある程度ねみんな動いているというような状況で、協力戦中はね乗り切っていきたい気持ちもあるんですよね。難しいですね。私自身がねそこまでめちゃめちゃガチ勢というわけでもないから、あんまりそういうね、なんだろう、強制的な、でもあんましづらいんですけどね。まあ言ったら、ある意味、人から見たらガチ勢なのかもしれないですよね。でも言うて無課金ですし、手探りプレイヤーですからね、私はね。で、ちょっと待って、結果どんな、とりあえず先に、今のところ、ランキング8410位で、飛ばす効果1万じゃなかった。1万少な。138万9543ということですね。とりあえず、戦術はどうでもいいな。スコアはまあ一応500万を目指していく感じなんで、まあ今日と、まああと3日ですよね。今日、明日、明後日かな。の3日間で350万。まあ、いけるんじゃないかな。もう、倍率はマックスになってますしね、今ね。で、あわよくば4000以内かな、とりあえず今回は。この辺狙っていきます。まあ、今、ほとんどまだエリクサー使ってないですからね。そして、まずこのね、とりあえずね、ロードイクスロスさん 360.6% の領域に来たのでね、ここから、まあわよくば4倍攻撃とかも絡めながら行くか、もしくは貼り付けるんだったら、まあ、ちょこちょこ小突いていこうかなって感じなんですけどね。まあ今日はね、まったりやっていこうかなと。腰痛いんで、腰やっちゃってますね。なかなかちょっと言わしてしまってるんで。いや、協力戦いくつか200ありますからね。余裕っちゃ余裕ですね。戦える。っていう感じですかね。あとは、ガチャ引いたりとかしますか。ガチャガチャにプレゼントあげよう。いろんなガチャがあるですね。行きましょう。そろそろなんか引かないかな。意外とこの三文字のやつなんだろう、なんか期待してもいいときあるかもしれないなと思う、最近思うようになったんだけど。まあやっぱりないね。黒もすねちゃん来てからかな、期待してんのはね。レアガチャ券あと29枚ですね。で、レイドガチャは今日まで回しますか。もうでもいいかな。次回に持ち越そうかな。なんかもう貯めてってもいいかもしれないかな。各種エリクサーはそこそこ、まあ大変エリクサーは全然足りないんだけど。とりあえずここ引いてからにしましょうか。ナイスエクセル。さあ、ちょっと早めに UR アビリティメモから引いておきたいところですね。あと3日でしょ？引けない。あ、まだあった。まだ。なるほど。今回はさすがに引けないか。あと1アビリティ、この上の2つですね。あとこの2つさえ引いちゃえばってことなんですね。エリクサーめっちゃルール、まだ抑えられた。さあ、でこれもあと2日で終わりですね。ちょうどあれかな、29日までだから、まあほぼそんな感じか。毎日1回ずつ引いてた感じかな。こうやってさ、リセットしたらさ、もう多分ないよね、持ってないから。まあ別にどっちでも持ってないかな。
はい、そんな感じですかね。あとは、そう、プレゼント。さとかちゃんにミラコーラボとかあげたりとか、あと、キス様あげるの、キス様ね。じゃあ、私からも。ナイスエリクサー。これはでかい。ナイスエリクサー。ああ、すごい、すごい、すごいぞ。うん。さっきも見たですよって言われそう。はい、喜ばれた。私からも。これ、どうぞですよ。ナイスエリクサー。ミラクルラボもあげちゃおうか。興奮してきたですよ。興奮させてしまった。じゃあ私からもこれどうぞですよ。これってまだあげない。まあもらえるものはあれなんだけどね。179、これキャバスいくかな。興奮してきたですよ。興奮しちゃった。じゃあもらえるものはね、あ、いきそう、いきそうですね。これは素晴らしいです。やったね。180って確か何か、これだ、ストライカードポスター、さとかちゃん。へえ。じゃあ私からもこれどうぞですよ。マイルームのやつかい。前はむしろ180がリミッターだったんだね。ついに私はその領域に来ましたが、よしよし。で、せっかくだから、お部屋を見てみる。あ、たくさんやらなきゃいけないことがあるね。何よりも優先だからね。で、なんだっけ、マイルーム、マイルーム。模様替えするですか。はい。これか。ああ、なるほどね。いいですね。ストライカーとポスター。何パターンかあんのかな。あ、でも多分あれか、さとかちゃんのしか持ってないから、みたいな感じなのかね。あれ、私、ポスターライカーオンブの話だっけ。マイアレンジだな、やめちゃった。これになってもまあまあまあ。で、すみません、もうなんか喉がガラガラだし、だいぶヘロヘロなんですよね。腰痛いし。夢のランドで遊ぶです。失礼。めっちゃむずかしい。いかんですね。まあ、なんだろう、この休みの間にちょっとゆっくりしたいですね。今日は本当一日まったりしようかな。言いたいです。コンディションがあれなんて、正直あんまりいい結果が出るとは思わないですけど、わからないから、何が起きるかわからない。それもまた人生ってわけです。感覚が微妙ですね。やれるのでしょうか、果たして。あ、綺麗。うまい。自画自賛。ここ結構ギリちゃんじゃない？ギリちゃん用というのが、ここは気が抜いてない。気は抜いてないんだけど、どこでも気を抜いていないんだ。ないよ、しかし。やっぱりプレミアランのキャラ性能差は、でもなんかあれだな、そろそろちょっと気になる。喉が。今日はあんまり生放送やってないんですけど、動画ちょっと撮ったりとかしながら、そんなに喉を使ってないんだけど、余裕できたら空気清浄機とかいいのかな。
からはより集中力が求められていく。ここは難しい。なんだろうな。やれただろ、今みたいな感じだよね。なんでしょうね。ボーリング。ボーリングでも難しいなって最近思ってるんですよね。マジで。なんかね、これエクストラとか行くとすごいよね。なんだろうな。割と確かに求められてるのは、そんなに難しくないのかもしれない。けど、難しいよね。難しいよ。うまい。すごい。なんとなくね、感覚はつかめてるんですけどね、微調整がね、ほんと難しいよね。いってない。ラスト。いいですね。うまい。これだよね。これをやるだけなんだけどな、これをほんと十何回。エクストラがどんだけするかわかんないんだけど、まあ20回ぐらいとしても。ダメだってことだよ。というわけでね、引き続き中力戦ね、あと3日ですが頑張っていきましょう。まあ、4000以内入れたらね、テンション上げ上げでいきたいと思います。まあ上がらなくてもう何が言いたいんだお前はっていうね。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。